ウォルター・アイザックソンは、アメリカ合衆国のジャーナリスト、電気作家、大学教授である。ワシントン DC に本拠を置く、超党派の政策研究機関である、アスペン研究所の所長兼 CEO、CNN の会長兼 CEO、タイム誌の編集長などを歴任している。主な著書に、レオナルド・ダ・ヴィンチ、スティーブ・ジョブズ、アインシュタインその生涯と宇宙、などがある。アイザックソンは、 シュレーン大学の教授であり、ニューヨークの金融サービス会社であるペレラ、ワインバーグパートナーズのコモンパートナーでもある。ハリケーンカトリーナからの再建を監督したルイジアナ、復興局の副局長、ボイス・オブ・アメリカを運営する政府委員会の議長、国防革新委員会委員なども務めた。アイザックソンは、ルイジアナ州ニューオーリンズで生まれた。ハーバード大学で歴史と文学を専攻し、 1974年に卒業した。その後、ローズ小学制度により、オックスフォード大学、ペンブルックカレッジに留学し、哲学、政治学、経済学を学び、ファーストクラスオナーズで卒業した。アイザックソンは、ロンドンのサンデータイムズ紙で、ジャーナリストとしてのキャリアをスタートさせた。その後、ニューオリンズタイムズイコールピカユーン紙に勤務した。 1978年にタイム氏の編集部員となり、同氏の政治特派員、ナショナルエディター、ニューメディアエディターを経て、1996年に同氏の第14代編集長に就任した。アイザックソンは2001年7月にトム・ジョンソンの後任として CNN の会長兼 CEO に就任した。そのわずか2ヶ月後にアメリカ同時多発テロ事件が発生し、 CNN の事件報道を先導することとなった。アイザックソンは CNN に就任して間もなく CNN が共和党員や保守派に不公平な内容を放送しているという批判についてアメリカ議会の共和党指導者たちの意見を求めたことで注目を集めた。ロールコール氏によればアイザックソンは私は CNN の共和党員への取材が オープンではないと感じている多くの共和党員に接触しようとしていたし、彼らの懸念を聞きたかったと述べた。この CEO の行動は、フェアネスアキュラシーインレポーティングという団体から、アイザックソンの迎合的行動が、保守派政治家に CNN に対する権力を与えていると批判された。2003年1月、アイザックソンは CNN の社長を退任して、 アスペン研究所の所長に就任することを発表した。2018年、デュレーン大学の歴史学教授とニューヨークの金融サービス会社、ペレラ・ワインバーグパートナーズのコモンパートナーになるために、アスペン研究所の所長兼 CEO を退任することを発表した。2017年3月、アイザックソンはデルテクノロジーズと共同で、テクノロジーがビジネスに与える影響をテーマにした。 ポッドキャストトレイルブレザーズを開始した。2018年、アイザックソンは、チャーリー・ローズ賞に代わる p b s と CNN の新番組、アマンプールカンパニーの共同司会者に指名された。著書に、アメリカンスケッチ、アインシュタインその生涯と、宇宙、ベンジャミン・フランクリン、キッシンジャーなどがある。また、エヴァントーマスとの協調に、ザワイズメンがある。 スティーブ・ジョブズの死の直後の2011年10月24日、アイザックソンはアップル社から公認されたジョブズの電気、スティーブ・ジョブズを出版した。同書は世界的なベストセラーとなり、電気本の販売記録を塗り替えた。この本は、ジョブズが亡くなる直前までの2年間に行われた40回以上のインタビューと、起業家の友人や家族、 ビジネス上のライバルとの会話に基づくものである。2015年にこの本を原案とした映画、スティーブ・ジョブズが公開された。2014年10月、アイザックソンはイノベーターズを出版した。この本はデジタル革命における顕著で重要な技術革新、特にコンピュータとインターネットの並行した発展の歴史を取り上げたものである。この本は、 ニューヨークタイムズ紙のベストセラーとなった。ジャネット・マスリンは、ニューヨークタイムズ紙に掲載された書評において、アイザックソンは、この本に書かれた、空想家や、オタクたちと同族の精神を持っていると評した。アイザックソンによるレオナルド・ダ・ヴィンチの伝記、レオナルド・ダ・ヴィンチが2017年10月17日に、出版され、批評家から好意的な評価を得た。2017年8月、 アラマウント・ピクチャーズは、アイザックソンのダ・ヴィンチの電気を映画化する権利を、めぐって、ユニバーサル・ピクチャーズとの入札競争に勝利した。同社は、レオナルド・ディカプリオのアッピアンウェイ・プロダクションズとの契約に基づいて、権利を購入し、ディカプリオを主役にした映画を制作する予定であると、発表した。アビエーター、グラディエーターなどの脚本家、ジョン・ローガンが脚本を担当することになった。 2008年に行われた国務省のブリーフィングでのアイザックソン2005年10月、ルイジアナ州知事のキャスリーン・ブランコはハリケーン・カトリーナからの復興のための支出を監督するルイジアナ復興局の副局長にアイザックソンを任命した。2007年12月にはジョージ・ W ・ブッシュ大統領からパレスチナ自治区における経済、教育機会の創出を目的とした。 アメリカ・パレスチナ・パートナーシップの議長に任命された。また、ヒラリー・クリントン国務長官からは、イスラム圏への民間投資やパートナーシップを促進するパートナーズフォーニュービギニングの副議長に任命された。また、彼派罪に関する米越対話の共同議長を務め、2008年1月にはアメリカが、 ダナンの空軍基地に残したダイオキシンを封じ込めるプロジェクトの完了と被災地での保健所やダイオキシン研究所の建設計画を発表した。2008年、アメリカ国立衛生研究所の諮問委員に任命された。2009年、バラク・オバマ大統領よりボイス・オブ・アメリカやラジオ・フリー・ヨーロッパなどのアメリカ政府の国際放送を運営する。 アメリカ合衆国放送管理委員会の議長に任命され2012年1月まで務めた。2014年、ミッチランド流ニューオリーンズ市長より2018年に300周年を迎えるニューオリンズ市の記念事業を計画するニューオリーンズ300周年委員会の共同議長に任命された。2015年、オバマ大統領の反貧困と若者の機会に関する イニシアチブの実行を目指すマイブラザーズ・キーパー・アライアンスの役員に任命された。2016年、ミッチランド流市長から任命され、市議会で承認されて、ニューオリンズ市計画委員会委員に就任した。また、国防総省の防衛イノベーション、諮問委員会委員でもある。アイザックソンは、金融サービス会社、ペレラ・ワインバーグパートナーズのコモンパートナーである。 t ィーチフォーアメリカの名誉会長であり、ユナイテッド航空、ハリバートン研究所、ニューオリンズタイムズイコールピカユンガミ、ブルームバーグフィランソロフィー、ロックフェラー財団、カーネギー研究所、アメリカ歴史家協会の理事を務め、2012年にはアメリカ歴史家協会会長を務めた。アイザックソンは、テュレーン大学の教授であり、ヒストリー・オブ・ザ・デジタル、レボリューションというコースを教えている。 アイザックソンは起業家の人生を描いた著書スティーブ・ジョブズで2012年のジェラルド・ローブ賞を受賞した。2012年には世界で最も影響力のある人物を選出するタイム100の一人に選ばれた。アイザックソンはロイヤル・ソサイティ・オブ・アーツのフェローであり、2013年には同協会のベンジャミン・フランクリンメダルを受賞した。また、アメリカ芸術科学アカデミー、 米国哲学協会の会員である。2014年、全米人文科学基金は、アイザックソンを人文科学分野での業績に対する、アメリカ連邦政府の最高の栄誉である、ジェファーソンレクチャーに選出した。アイザックソンの講義のタイトルは、The Intersection of the Humanities and the Sciences だった。ありがとうございます。